怖いね。じゃあ、買いますか。はい。もう一つは、高速の標識始めるのどうってな。なんか、さっきまっすぐっぽいぞ。うん、俺ら、こう、パーティーになった。パーティーやったわ、これ。行きますよ。パーティングですよ、下手だな、みたいな感じだったら。ね。だから、俺ら一応、帰り道に向かってたんだね。お化けだったな。ノリが良かったじゃねえか、あのお化け。でも、マジで どこ消えたの？謎だよな。一番の謎だよ、あいつらのどこ消えたのかが。でも、一番の可能性としては、トンネル向かった。あの、トンネル歩いてった。間違いなく、俺らの方面には向かってないんだよ、あいつらは。な、俺らが出会わなきゃおかしいから、あいつらの方が後ろに行ったはずだからね。いや、もう一回見てみようぜってなったとしても、まあ俺らが出会わないことはないから、どっか行ったんだろうな。それが俺の言ってたさっきのトンネルの左側無理やり行ったのか。ああ、左の方見てたよね、そういうの。うん、あっちなんかありっぽくねーってライト照らして、うん、いや、あれの当たりはでも灰色の先だと思うよ、俺は。あ、ただショートカットするだけなんだ。多分トンネルがあるんじゃないかなって思うな、やっぱり俺は。あ、行ったところで労力の方が変わるから、セグウェイとかにもなくなるけど、それこそ、それこそセグウェイがありゃ、これ手本コードだったらさ、なんかあの未開地じゃん、撮ったやつ、すれ違った時の動画未開地でさ、で、俺ら話してるはずじゃん、俺らが独り言言ってるだけとかさ、雑音が聞こえて、それに対して俺らが反応してたりとかさ。あ、そうだね、これがさ、さっき俺ら、うん、って言ったじゃん、映ってなかったら怖いよね、本当に、すれ怖いよ、それは、映ってなかった、そもそも俺らが独り言喋ってるみたいになってたっていうのはマジ怖いよ。俺らが撮ってさ、あ、来たなとか言ってて、で、それで、行くん
ますかっていうのがなくて、で、あ今から行きます、なんかありましたって俺が言って、あそうなんすかっつって、だな何もないんだなみたいな感じっていうのを独り言だったら怖いよ、うん、絶対いるけど、まあさすがにな、いなかったらまずお蔵入りだマジで、なかったら素で怖いよな、うん、旗トンネルの火じゃねえ怖さだよ、俺らが話したの何だったのって、逆に俺らがいなかったらどうするじゃあ俺ら何なんだよ今から行くんすか終わり気をつけてくださいよ、終わりガーちょっと誰が撮ってんだよ浮いてんじゃねえかよ、こう3台なかったら厳しかったわしかもなんかさ、うん、基本装備のカメラ構える、カメラ構えないじゃなくて GoPro はつけるみたいな、うん、息する感覚で GoPro はつけるこれピコピコ信号怖いからやめてまして気をつけて進む、心霊スポット作ってさ、うん、でっち上げようと心霊を、どういう何が起きてるかって、そう